たが冴えない顔で帰ってきた時、あなたを一瞬で笑顔にする術は見つからない。あなたが傷を負って帰ってきた時、あなたの傷を消してしまう術はまだ見つからないの。それでもどうかほんの少しでもあなたが自分らしくいられるなら、私は一番そばで見守り、笑顔で送り出すの。迷いながらもがきながら、あなたは夢の花を咲かすなら、どんなことがあってもそばで照らす太陽のような人でありたい。あなたが何かに負けて帰ってきた時、陽気に振る舞う姿を私は知っている。あなたがあと一つチャンスをつかめない時、努力を惜しまぬ姿を私は思い出すの。それでもどうか、もし神様がいるのなら、あの人を一番に輝かせてください。私は一番そばで見てきました。何度も立ち上がるあの人を、迷いながらもがきながら、あなたは夢の花を咲かすなら、どんなことがあってもそばで照らす太陽のような人でありたい。場所で咲いた花はこの胸の真ん中でいつまでも綺麗に咲き誇るだろう。そしていつか誰かをそばで照らす太陽のような花になるでしょう。ありがとうございました。